どうも、食べてきました。ツイッターにアップしましたんで、あのさっき食べたやつを。いや美味しかったっすけど、やっぱなかなかの値段っすね。1900円高いわ。なんかビューティー機能オンになっちゃってんだけど、これなかなかの値段っす。じゃあね、これビューティーってどうやって書いてる？なんか変な、なんか縦配信横配信とかってのいじったらビューティーがオンになっちゃって、これどうやって解除するんだろう。あれどこから行くんだっけこれ。これか、美顔機能、これオフにすればいいのか。リセット、これでいいのかな。あ、できた。いや美味しかったっすね。じゃあちょっと謝罪にしますか。でもなかなか高いね。1900円は高いわ。いや美味しかったけど、まあ、ちなみに税込みっすけど。まあ僕がどんなの食ったか見たいって方は僕のツイッター見てください。たった今あのこの配信始めるちょっと前にあの写真撮ってアップしたんで。1900円ですよ。美味しかったけどね、ちょっと高い。でもね、ここら辺って観光地価格だからね、結構高めなんだよね。他のとことかでも1900円とかするからね。なんかそばとかうどんとかで天ざるとか頼んじゃうと、まあ、その代わりでもね、天ぷらめっちゃ来るんだけど、量的にこんぐらいの値段すんだよね。完全なちょっと観光地価格なんで。でも美味しいっすけどね。美味しいは美味しいんすけど。まあもし皆さん長瀞ね来た方はぜひ。あ、ちなみに今のはね、あの今僕が食べに行ったとこはもみの木っていうお店です。あの上長瀞、秩父線の上長瀞駅降りれば、もうあの降りたらまっすぐ進んだらもうすぐ目の前にある、もみの木っていう。バナナマンとかも昔来てましたよ、あそこに。バナナマンも番組で来てました。ちなみにここ俺すぐ子供の頃、小学生とかの頃に2回ぐらい来たことあって、多分これ生涯で3回目ぐらいなんですけど、もうあんまり味とか覚えてなかったんで、久々に食ったらこんなだっけと思って、まあ変わってたりもするかもしれないけど、でも普通に美味しいですね。天ぷらうまかったな。天ぷらうまかったわ。さつまいもとかね、なんかすごい結構厚めに切られててホクホクしてて、でさつまいものなんか多分ね結構いいさつまいも使ってんか知らないけど、かなり甘みが強くて美味しかったっすね。で最後そば湯をくるみのあのつゆにこう混ぜて飲むっていう。俺昔さ、そば湯ってさ飲み方知らなくて、そば湯ってそのまま飲むんかと思ったらさ、あれ知ってた？そばのつゆにあれ混ぜて飲むの知ってた？最初それ知らなかったね。でもさ、なんかいつもそのそば湯を飲む用の器くれんからどういうことなんだろうと思ってて、そういうことなんだと思って、つゆに混ぜて飲むんやと思って、最後締めみたいな感じで。何してんだこの車。あ、前に来てたってことか。ちょっと高いけど美味しかったね。1900円はさすがにちょっと高いよな。1900円だったら、だってもう普通にステーキとか食えるもんな。なんか普通にステーキの丼とかで、ステーキとかご飯とか食えるもんな。
スープとか、そんな高いやつじゃなければ、もちろんファミレスでもそうだけど、ザルそばで、だって一番安いザルそばで900円だからね、なかなかの値段よ。まあ税込みっすけどね、税込み価格ではあるんですが、寒い。どうしよう、もういいかな。結構何周かしたもんね、さっきの枠もひっくるめて。そろそろ、まあ、車載桜配信にはなるんですが、まあでもこの桜の並木をね、こう走ってる桜がこの動く感じもまたいいと思うけどね、静止画で見るより。こうずっと進んでも進んでも進んでも桜の木がこうね続いてる、この感じ。逆にこれこうやって動いてた方がなんか良さが出たりする気もするけどね。まあただあいにくの雨でね、昨日も今日も。多分今満開ぐらいだと思うんですけどね、桜の満開と雨が重なってます。まあ、遠くから見た感じですけど、つぼみがほぼない感じがするので、多分今日が満開なのかなと。昨日来たらね、まだつぼみがいくつかあったんで。でもこの感じ、いや、あの近くで見てないですけど、多分ほぼつぼみないと思うんで、満開っすかね、ほぼ今。雨じゃなかったらね、よかったんですけどね。
で桜新道終わりました。雨だから誰もほぼ歩いてなかったっすね。みんな立ち止まって見ないで車で見てますね。車で走りながら。ちょ終わりです。やっぱ車載配信って限界あるよな。一人でやるとコメントとかアイテムとか何も見えんからね。誰か運転者がいればね、あれ話変わってくるけど、さすがにね、一人で運転してると何もできんよね。ということで、あいにくの雨でした。桜満開なのに。なんとかバカってのは知らんよ。ああ、家帰ってきた。チョロスどうも。雨が昨日も今日も降ってるよ。
もう終わるかということで、桜配信終わりました。雨が降っててね、あんま映せてないと思うんですけど、お腹いっぱいになったんでお昼寝でもするかな。あー、こんなゴミみたいな毎日もう嫌だな。飯食ってお昼寝して配信つけてアンチにあーだこうだ理不尽に言われて、こじきして、こじきした金で飯食ってうんこに変えて、時間の縛りがないから寝たいだけ寝てさ、昼だろうが夜だろうが眠い時に寝てさ、もうこんな毎日やだ。ヒカルが商材売ってた過去を反省してって言った。あー、なんか青白王子のやつでしょ。動画見てないけどヤフートップになってるの見たわ。月最高2000万ぐらいあったんでしょ、最高で。まあ、てかさ、商材なんてさ、なんていうの、ただの成功体験をさ、言ってるだけだからね。商材って自分はね、まあそれが本当の話だとしたら、中には自分が本当は儲けてないのに、これで勝てますよとかいう、本当のガチの詐欺師もいるけど、結局自分はこうやって儲けましたっていうさ、要するに成功体験を、ただこう披露してるだけだよね。こうやって儲けたみたいな。僕がこうやって儲けられたんだから他の人も儲けられますよねっていう。でもほとんどの人はそれをできないっていう。まあ、ただ成功体験みたいなもんだと思うんで。それをあたかも、なんか、有料にすることによってさ、なんかこう、価値がある情報だとかなんていう、そういう風に錯覚させるだけで。あと匿名の方、ふわっちランドニーパーダス、ありがとうございます。なんか、そういう錯覚させるだけだよね。言ってしまえば、ただの成功体験を語ってるだけなのよ。お金もらって。それをなんかね、有料の人しか見れませんよっていう情報にすることによって、なんか価値を感じるように偽装してるっていうか、中身なんか大したもんじゃないんですよ。だってそんなこと言い出したらさ、例えばさ、孫正義さんは今とんでもないお金持ちだけど、孫正義さんが僕はこうして大金を稼いだって言ってさ、その成功体験をね、それをじゃあ有料にしてなんか商材にしますってさ、それと変わんないからね。でも、そんな孫正義さんは確かに成功したけど、それをじゃあ周りの人はあの真似できんのかっていう話で、あたかもただ成功体験をただ言ってるだけでも、でもあたかもなんかこれをね、お金を出して買ったらあなたもお金持ちになれますよみたいな、なんかそういうようなニュアンスで売ってくるやん、商材って。でもそれってただの成功体験言ってるだけだから、金を払ってもらって成功体験を、ただ自分の成功体験をただ語ってるだけに過ぎないと思うんで、くだらないっすよね。まあ商材なんてくだらないと思うよ。商材買うやつはね、癒してもらうけど、ただのバカですよ。商材買う金なんだったら、その金でもっと有意義なことにお金使った方がマシですよ。商材とか買うやつマジでアホだと思う。ちなみに俺昔、パチンコの、攻略会社の攻略法買ったことあるよ、有料で。今でも忘れはしない。ジャックマグナムっていうね、詐欺業者。もうね、とっくに潰れてますけど、ジャックマグナムっていう詐欺会社があって、パチスロの雑誌の中に、こう、昔ね、もう今じゃ考えられないけど、昔なんてパチスロ雑誌とかに普通に中に攻略法詐欺業者のなんか電話番号とか、いくらでも書いてあったんですよ。で、なんか広告があったのよ。でも、なんかその、攻略法いくらで売りますみたいな。で、パチスロ、雑誌も、もう見て、結局その広告料もらってるから掲載してるだけ。で、自分たちはもう別に知りませんよ、みたいな。クソみたいな世界だったんですよ、昔。だってさ、パチスロ雑誌ってさ、こういう風にすれば勝てますよとかさ、
もっと論理的になんかそういう必勝法みたいなの、まあ例えばリプレイ外しとかさ、昔で言う本当にガチであの出玉率を上げるようなことを載せてた会社がさ、まあ、攻略法なんてないって分かってるのに広告料をもらって載せてた時代だから、まあ本当多分ねパチスロ雑誌の黒歴史ですよね。で昔はさ、そんなのさ詐欺だってさ、まあ詐欺なのか疑ったけど、ワンチャンでもこんなお金取って雑誌パチスロ雑誌も載ってるぐらいだから、これで詐欺だったらやばいんじゃないのとかって思って買ったことあるんだけど、8万ちょっと出して嘘でしたから、何の機種？獣王とかだね。獣王でね、あの昔よくあったのが、そうなんかセット打法とかする、コインを何枚手入れしてとか、なんかそんなやなんか手法でサバンナチャンス突撃打法とかさ。でしまいにはさ、あのガチのさ絆とあったじゃん。あのコピー打法よ、サミー系の、うん。レバーをゆっくりなんかこう叩くと、あの前のゲームのフラグをコピーできるっていう。でそれをなんか詐欺業者が、実はあの攻略法うちが発信してましたとかなんか言い出して、明らか嘘なんですよね。それでなんか他の攻略はありますかってさ、まあ仕組みを言うと、あのレバーをこうなんだ、昔のそのね、サミーの機種のレバーって、こう役をね抽選、レバー叩くじゃん。レバーを叩いた時にレバーの、まず役を抽選するところがあって、そのレバーを叩くと、そこのレバーを成立役を抽選するところがこう反応して役を抽選するんだけど、その役を抽選するあのところが下にあったのよ。でその上のところに、あのレバーを回すっていうその信号みたいなのがのなんかそのスイッチみたいなのがあって、でそれでそれをゆっくりこう手前に引くように、こうやってゆっくりゆっくり優しくレバーを叩くと、そのレバーだ、あーリールだけ回って、リールを回るスイッチだけ押して、その役を抽選するっていうところまでたどり着かない。つまりは前のあの役をあの再抽選しないから、前のゲームのその役をコピーできる、前のゲームに成立した役をそのままその次のゲームも成立して、それを揃えることができるっていう、そういうあの抽選方法だったんですよ。だからそうやってなんかその最後まで叩かない、最後のところのスイッチを押さないことによって、であの役を再抽選しないであのリール回しちゃうから、それであの前のゲーム、あの前の役をコピーできるっていう、そういう絆だったんですけど、うん、そうそうなんですよね。まあ獣王、インディ・ジョーンズ、まあインディ・ジョーンズはね他にもあったけどね、なんかランプのなんか光り方でなんかその15枚役のあの12択をなんかその6択だっけに変えるっていうやり方あったっけ。まあそのあのレバーの絆が使えたのは、獣王、インディ・ジョーンズ、猫で5番、ガメラ、大ガメラ、ハードボイルド、他なんかあったっけ？あ、そう、ダブチャレもあるね。ダブルチャレンジ。鬼浜のライターの絆だって、あれはだってもうほぼ5とじゃないですか。うん。もうぶっちゃけその、ねえ、ぶっちゃけっていうか、サミー系のレバーは、あれはなんか5とっちゅう5とでもないじゃん、あれ。まあ、言ってしまえばただのレバーをゆっくり引くだけだから、それをごとってのはちょっと無理があるっていうか、うん、寒いね、うん、
オレオレ言ってればいいバイトありますけど、やりますか。オレオレ詐欺じゃないですかそれ。オレオレ詐欺なんてやらんよ。いやー、ということでもう終わるか。もうね、やることないから終わっても、今これ家の庭なんすけど、お腹いっぱいになったから昼寝でもするかな。詐欺師の才能がある。まあ俺意外と口達者なとこもあるから、本当に詐欺ろうと思えば引っかかる人もいるんじゃない。別に俺はやんないけど。いや、お金は欲しいですけど、人を騙してまで僕はお金を稼ごうとは思わないので、ということで終わるかな。僕はもう昼寝します。やることもないんで。大リーグボールさん、巨人の星やろそれ。大リーグボール3号出ただけでちょっと熱いね。結構熱いね。仮にそれで外れても前兆になってる可能性あるもん。あの金パルでいう、あのカエルが出て、トゥートゥーって出て、ぴょんぴょんぴょん、ゲコゲコって、なんか、泣く手前まで行った。第3段階のとこまで行ったぐらい。あれも、それで外れても、そこまで行くと相当熱い。仮に、そのまま当たる可能性もあるし、外れてもそれが前兆になってる可能性がある。思ってたよりスロット。いやだから俺スロットはマジでトータル3000万ぐらい以上は勝ってるんで。あ、プロお疲れ様でした。お疲れ様です。夜配信しますか。わかんないっす。お疲れ様です。